プリファーネットワークスから参りました岡田と申します。よろしくお願いします。今回のスライドでは、オニクスの紹介と、プリファーネットを所属する会社でどういうふうにオニクスを利用しているかというのを紹介させていただこうと思います。で、オニクスの紹介を早速やっていきたいところなんですが、ちょっとその書くべき内容をちょっとその対象層を間違えていたというか、そのさ、ディープラーニングご存知の方どれくらいいらっしゃいますか？ディープラーニング聞いたことあるっていう方はいますか？はい、皆さん聞いたことあると思います。それで、じゃあ実際にその何でしょう、フレームワークを使ってそういうディープラーニングのモデルを学習させたことがあるっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？あ、でもそれもそうですね、なかなか思ったよりは言ったように、ね、ディープラーニングってなんかすごくそのバズワードとかしてるというか、なんか使うと何か面白いことができるとかすごいことができるみたいなふうに名簿として扱われてるんですが、中身が一体何なのかっていうのをこう冷静になって見てみると、まあ、ニューラルネット、大きいニューラルネットなんです。でニューラルネットって何かっていうと、すごく大雑把に言うとベクトルと行列の掛け算に線形変換がくっついたものというふうに捉えることができます。まあ、線形変換って言ってもその何でしょう、1が入った時は1が出てきて、マイナス1が入ってきた時はなんか0になっちゃうというか、その負の時は0になるし、それ以外の時はそのまま値が出てくるみたいな、そんな単純な変換でもよくて、まあ何でしょう、非線形変換って言うと何か恐ろしい感じがしますが、別に大したことじゃない。ベクトルと行列の掛け算っていうのもすごく何でしょう、高校の数学でやるような話です。ですごくニューラルネット自体はものすごく単純なんですが、それをこうめちゃくちゃ大きくすると、その行列の掛け算みたいな演算と入力と出力がその演算同士でくっついているというか、ある演算の出力が別の演算の入力になっていくというような計算グラフとして表すことだと、今後の右の図に、まあ、こう書いてあるような感じですね。ノードが行列の掛け算だったり線形非線形変換だったりっていうのをその計算処理に対応していて、エッジ部分、辺の部分につないでると線の部分が入出力になっている、こういったグラフ構造として、まあ、ディープラーニングのモデルというのは表現できます。ね、その話だけでも、まあ、まだ単純なんですが、問題はその計算にはその入力と出力以外に、その例えば今言ったベクトルと行列の掛け算、ベクトルは入力と出力に対応しているんですが、その行列の部分のパラメータっていうのがあって、それがそのこのグラフには現れてないんですが、そのノードごとに隠れたパラメータというのが、それを、学習させるっていうのはすごく大掛かりで、大量のデータと大量のその、まあ、大量データですね、大量データを、現実的な時間で処理するために、すごく高い GPU だとか専用のアクセラレーターというのを使って、まあ、現実的な時間といってもある程度時間をかけて処理する必要があると。でそれで得られたモデルっていうのは、まあ、確かにいろんな様々なことができるんですが、それをじゃあ実際にユーザーが使うとなると、そのパラメータを決めるために使ってたようなソフトウェア、フレームワークだとかとは違う、もっとその非力なデバイスで動かせるようなフレームワークというのが必要になってきます。でそうしたときにその学習させるためのフレームワークと実際動かすためのフレームワークの間で、その学習したモデルの重みだとかどういったモデルを学習させたのかという情報を簡単にやり取りできればすごく嬉しいというような需要があります。で今の話をこの1枚のスライドで話したのはちょっとあまり良くなくてそうですね、本当はもうちょっとその話をいっぱい入れたらよかったと思ったんですが、これが、前提としてあります。ヤトオニクスとは何かっていう話なんですが、まさにそのディープラーニングのモデルを表現するためのフォーマットです。
オープンフォーマットのデファクトスタンダードがオニクスです。で、オニクスを使うことで自分の好きなフレームワークを使ってモデルを運用するということができるようになります。オニクスの策定だとか開発サポートっていうのは特定の企業がやってるわけではなくて、企業だったり個人だったりが集まっているパートナーコミュニティによってオープンな形で行われています。それぞれの立場からオニクスの嬉しさっていうのを書いてるんですが、例えばハードウェアベンダーであれば自分の作ってるチップでニューラルネットやディープラーニングのモデルを素早く動かせるようなフレームワークを用意したけど、それをオニクスを読めるようにさえ対応しておけば、まあ、いろんなフレームワークで学習したモデルを運用することができるということになってハッピーということになります。でそうしたそのフレームワーク、その学習フレームワークを作る人にとってもオニクスで出力できるというふうにさえしておけば、さまざまなデバイスで走らせることができるということになって、これもグルしていくで、でそれぞれのフレームワークだったりハードウェアの利用者であるデータサイエンティストや学習エンジニアといった人たちも、まあ、オニクスが対応されているフレームワークであれば少なくともフレームワークでモデルを学習できるし、好きなデバイス上でモデルを実行できるということになって嬉しいです。でオープンコミュニティ、そういうパートナーコミュニティによって運営されているという話をしましたが、ここに書かれている企業っていうのがオープンコミュニティのメンバーたちです。これパッと見せられてこうちょっと分かりづらいと思うんですが、このイデインさんと、あとこのニューラルネットワークライブラリーってすごい攻めてる名前だなと思うんですけど、これニューラルネットワークライブラリーは前ナブラという名前で開発されてたあのソニーさんがやってるライブラリーの名前です。でプリファードネットワークスは僕が、所属している会社の名前です。この3つが、日本企業としてコミュニティでパートナーコミュニティに参加してます。で先ほど福内さんからご説明があったように、オニクスは、Linux Foundation LFAI のプロジェクトとして、まあ、プロジェクトになりました。今回のスライドの、目的の一つはこれをお知らせするというのがあって、これで半分目標が終わりますで実際その LFAI のホームページ行ってみるとこんな感じでオニクスが載ってます。ちょっと話が急に変わるんですが、オニクスモデルを入手しようとすると、まあ、いくつか方法があって、オニクスの、専用ページがあるところで、そこでもうすでに学習済みのモデルというのが配布されています。それをダウンロードして使うこともできるし、オニクス形式で出力できるようなフレームワークっていうのを自分で利用してモデルを学習して出力するということもできます。またもうすでにそのオニクスじゃないんだけれども学習済みのモデルがあるんだっていう方には、そのモデルをオニクスに変換するコンバーターというのが大概は用意されているので、それを使ってオニクスに変換することもできます。任意の最先端のツールって言ってるんですが、オニクス対応しているのはここに書いてあるツールっていうのは軒並み対応しています。だいたいこれはまあだいたい網羅してるんじゃないかなと思います。オニクス、まあ、オープンフォーマットがオープンに運営されているという話なんですが、ここ結構頑張っていて、特定の企業にコントロールされないベンダーチルタグウェイというのがある、ステアリングコミッティというのは毎年選挙によって選ばれるような仕組みだと。ステアリングコミッティはそのオニクスコミッティの目標と運営方法っていうのを定めています。でメンバーが被ったりしてるんですが、その技術的な決定っていうのはスペシャルインタレストグループっていうのを用意して、継続的に議論して、対応することっていうのを保守管理してよいだと。これはその、常に設置されていて、まあ、議論をずっと続けてるというような感じになっているのに対して、一時的な取り組み
特定の、まあ後で説明するんですが、特定の言葉について SIG を横断するような言葉についてはワーキンググループというのを設置してそこで議論するというような形になります。スペシャリティストグループはこんな感じになっていて、まあ、アーキテクチャ、オペレーター、あとコンバーターなんです。コンバーターって言ってるのは学習したモデルを、ONIX に変換するだとか、学習、ONIX のモデルを別のフレームワーク用のモデルに変換するといった組織。あとはモデル図、学習済みのモデルだったり、あとチュートリアル、どういうふうにオニキスを使うのかっていうようなので4つあります。オペレーターズって言ってるのがその計算処理の処理をこういろいろ定めていく、どういう処理が新たに加えるかだとか、この処理とこの処理が似てるからそのマージしてしまって、ちょっとその設定を変えたら切り替えられるようにしようといったような議論がされています。でワーキンググループはその時期によって結構話してる内容が違ったりするんですが、今活発に話されているのは学習トレーニングですね。ディープラーニングのモデルをオニキスは最初その単に利用する推、学習に対して推論と呼ばれているんですが、単にモデルを入力して出力を得るというような使い方をするためのものとして設計されているんですが、初めの設計はそうだったんですが、これってその学習もうその結局計算処理だからそれも含めてしまえば学習もできるじゃんっていう話になっていて、結構活発にそのオニキスを使って学習も行っちゃうっていうような話がされています。あとエッジモバイル、これも結構熱くて、まあ、学習時に使うような GPU だとあんまり関係がないんですが、エッジデバイスとかになるとその低精度で計算できたりすると結構嬉しかったり、特にディープラーニングのモデルってあんまりその精度がいらない、精度っていうのは、普通不動小数点32ビットの不動小数点でプログラムを解体することが一般的だと思うんですが、それが例えば16ビットであったり8ビットであるような不動小数点、もしくは、まあ、不動じゃない固定の小数点でやっても、まあ、実はできちゃうっていうことがある程度分かっていて、そうしたの、そうしたその量子化と呼んでるんですが、量子化のやり方についてそのオニクスにどう取り込めばいいかっていう話をしてるんです。データパイプラインっていうのはね、学習したものをどういうふうにデプロイまで持っていくかっていうそのフローのについていろいろ話していく、まあ、こんな感じでいろいろ話してる。でここまで、オニクスの話だったんですが、せっかくなので僕が所属しているプリファーネットワークス PFN とよく略されるんですが、 PFN が、オニクスを使ってどういうことをやってきたかっていう話をちょっと紹介させてください。まあ、初期から PFN はオニクスを策定された初期からコミュニティパートナーっていうふうに言ってるんですが、この右上の方に図があって、まだコミュニティパートナーがこんだけしかなかったときにプリファーネットワークが一応名前を連ねていたと言われています。で最初、オニキス、チェーナーという、フレームワークを DFN が開発していたんですが、それの、まあ、PyTorch によく似たものですね。PyTorch によく似たフレームワークを開発していて、あと今後の話もいろいろあるんですけど、PyTorch は後発なので、チェーナーが先にやって PyTorch があったんです、パッチが出てきたんですが、まあ、チェーナーからオニクスモデルを出力するオニクスチェーナーっていうのを先に最初に開発していて、で次にそのオニクスモデルをインテルの CPU 上で高速に実行するためのメノーという推論エンジンを開発したり、そしてオニクスモデルの計算グラフをいろいろ最適化して面白いことをしようというチェーナーコンパイラーっていうのを開発したりしています。でオニクスチェーナーまあ、コミュニティパートナーに PFN が参加する前、ONIX がリリースされたですぐの時期から開発が開始されていて、チェーナーのバージョン7で、つまり最後の一番最新のチェーナーですね、チェーナー本体にマージされました。チェーナーで
定義されたモデルをオニツに変換できます。この下に実際に変換されたオニツモデルの図を貼っているんですが、結構、これはマスク RCNFP のレズネット50っていうモデルなんですが、結構複雑なモデルでいろんなを見てもらったら分かると思うんですが、だいぶ変な繋がり方をしてるんですが、ちゃんとオニツに変換できます。で、目のオニツモデルの正論エンジンです。今だとはオニクスランタイムとかそういうものが結構たくさんあるんですが、まあ、当時は結構新しかったんじゃないかなと思います。複数のバックエンドっていうのをサポートしていて、まあ、オニクスを読み込んでその対象のバックエンドで動かすというような仕組みでした。で、ちょっと面白いのがシンプルな C の API を持っていて、で C の API を用意しているとなんかいろんな人がバインディングを書いてくれて、そのおかげで例えばラストで画像キャプションの生成ができるようになったりだとか、 Ruby を使って YOLOV2 のフルエントディープラグインを動かすみたいなことができるようなフレームワークになっています。で、実際メノは、KFM が出している外貨検査のシステムでも利用されていて、ということはオニキスは内部でオニキスも使われていて、実際その製品に使えるぐらいのまあ、クオリティに達しているということですね。オニキスは。で、いきなりダイアグラムが出てくるんですが、まあ、これはちょっと前のダイアグラムで、チェーナで学習したモデルをオニキスで出力して、メノ C API か、チェーナコンパイラーを直接読んで、モデルを実行したりとか、まあ、PFN はあのパーソナルロボットを作るっていうのを言ってるんですが、それに使ったりとか、あと、そう、PFN は他にもいろんなことをやってて、自社で学習チップも作るんだみたいなことを言っていて、それ用にその計算グラフを書き換えるみたいなことをやるというふうなので、社内では、こうしたフローでいろんなことをやろうとしていて、そこ、まあ、中核にいるのはチェーナーコンパイラーなんですね。で、このチェーナーコンパイラーはすごく面白くて、オニキスを読み込むっていうふうになってるんですが、それだけじゃなくて内部での内部表現でもオニキスフォーマットを使っています。で、モデルによってはその入力によってその出てくる出力の形が違う、次元数が違うみたいなものもあるんですが、そういったものにも対応していたり、あとちょっとそのトレーニングのところでも話したんですが、オニキスを入力するとそれの、微分したグラフを出してくる。つまり学習に使うためのグラフも一緒に生成してくれるというふうな機能があって、こんな機能いる人いるのかなみたいな話を最初言ってたんですが、意外と実は、実際の他の業さんとやっている POC の話とかで実は必要になったりして、オニクスのワーキンググループでもトレーニングが議論されているぐらい、やっぱりその単に学習と推論っていうので分けられてるわけではなくて、やっぱりそのプロダクトの方でも学習したい、微分したいっていう要求は割と今後結構発生してくるんじゃないかなというような予感がしています。あとは特殊なオペレーター、オニキスにないようなオペレーターであっても Python で動かすみたいな感じのフォールバック機能がついてたりします。で、そうですね、先週ですね、チェイナーもうやめて PyTorch に移行しますっていう話を、弊社は言っていて、その話をここの場で言うべきなのかどうかちょっとわからなかったんですけど、ぜひ言ってほしいというふうに PR の人から言われたので説明しておくと、PyTorch 移行によって何が変わるのか、まあ、チェイナーは変わります。オニキスチェイナー、まあ、チェイナーは変わりますというか、チェイナーは変わらなくなりますということです、ね、オニキスチェイナーも変わるし、チェーナーファミリーと呼ばれたチェーナーを使ったコンビダビジョンのライブラリだとか、グラフコンボリューションをやるようなグラフ、チェーナーケミストリーだったり、あとチェーナー UI、テンサーフォードみたいなやつ、あとチェーナーで強化学習用のライブラリっていうのも、まあ、内部はどんどん変わっていくんですが、変わらないものとしてチェーナーコンパイラーとメノーはもうオニキスの部分で別個ものとして切れてるので変わらないです。あとクーパイも変わりません。クーパイはこれまで通りサポート、開発を続けていきます。クーパイっていうのは
ナンパイと互換性を保ったまま、NVIDIA の GPU、CUDA を使って計算ができるようにしようというライブラリで、すごく便利なので、ぜひ使ってみてください。あと、オプチューナーは、ハイパーパラメータの最適化のためのフレームワークです。オプチューナーもチェーナーとは関係なく、開発でサポートはついていきます。で、今までもその1週間より前のダイアグラムはこんな感じだったんですが、これが、PyTorch から Onyx が出力されるような形になって、で今後、ますます Onyx が重要になっていく。いきそう、これからどんどんオニックスに注力していくぞっていう風な感じでじゃないかなってます、ね、発表としては以上で。